ファブリカンファンストーリー7残し物、舞台がとある貸し倉庫の事務所です。でそこで働く男をある女が訪ねてくるんですが、そこから物語が始まります。で男は女のことを全く知らなくって、女が何の目的で来たのか、2人の関係性がどうなっていくのかという2人の会話を軸に物語が進んでいきます。シンプルでじっくりと見ていただけるお芝居だと思いますので、あんまり芝居とか見たことないという方にも楽しんでいただけると思います。2月の27、28、3月1日、花園町のカフェギャラリージャンキトゥクでお待ちしています。チケット予約受付中ですので、よろしくお願いします。